おはようございます、ナウジーです。今日はですね、今渋谷の方に来ております。今日はエアマックス1 の, あのデニムのやつがですね発売になるということで、で、まあ、普段僕ね AJ1 メインに行ってますけども、あのデニムのねエアマックス1はちょっといいなと思ったので、今日はね、店舗の方に行ってみようかなと思います。今日は一般販売なんで、今の時刻がですね9時18分、9時20分ぐらいですけども、まあ11時までまだ1時間40分かありますので、ちょっと店舗の方まで行ってね、どんな様子かを見て並ぶ時間とかをね決めたいと思います。では早速ねちょっと店舗の方を見ましょう。でぶっちゃけ今日はもうね余裕で買えると思ってるんで、まあそんなに気合い入れてきたわけでもないですし、スニーカーズもねやってません。もう多分買えるだろうと思ってるので、でこれ買えなかったら最悪なんだけども、スニーカーズはねまだ28までだったら買えますね。ただ僕の場合 28.5 なので、まあちょっとスニーカーズはもうないといった状況ですかね。ということでお店の前まで来ました。まだ誰もいないっすね。まあ当然ですよね。よかったよかった。今日来たのはアトモスの渋谷ですね。でポスターがいきなりねいっぱい貼ってありますけども、今日発売されるのがこれですね、エアマックス1プレミアムの、まあ、デニムですね。いやーこれはね、僕はあんまりエアマックス1とか最近買ってないですけど、このデニムはやっぱりかっこいいですね。デニム好きというところもあっていいと思います。商品の方はもう飾ってあるのかな。あ、ありますね。はい、ちょっと見えないかもしれないけど飾ってあります。アトモスの渋谷の様子を見ましたけども、予想通りですね。まだ誰も並んでないので、多分余裕で買えるんじゃないかと思います。で、まあ今日は多分そんなに並ばなくても買えると思うので、もう今から並んで1人で2時間弱並ぶのはさすがにしんどいので、まあ、ちょっと時間を潰してね、多分30分前ぐらいにクリア買えるのかなって気はするので、まあ、ちょっと様子を見ながらね、とりあえずちょっと腹ごしらえでもして並んでみようかなと思います。ということで一回、ちょっと飯でも食ってきます。はい、ということで今10時になりましたので、ちょっとお店の様子を見に行ってみたいと思います。まあ多分誰もいないと思いますけどね。で結局ね飯食おうと思ったんですけど、なかなか行きたいお店が見つけられず、ずっとセンター街をうろうろしておりましたが、お店は見えてきましたがどうですかね。ということでお店の方着きましたけども、まあ誰もいないっすよね。はい、まだ大丈夫ですね。やっぱりね11時ぐらいに来れば大丈夫でしたかね。さっき見たらスニーカーズの方も、28.5 も含めて全サイズ買える状態に戻っていたので、まあまあまあ人気はそこそこなんでしょうけど、数もそこそこといった感じなんでしょうかね。まあ僕はもうここまで来ちゃってるんで、今更スニーカーズで買っても意味ないので、このまま開店待ってアトモスで買って帰りたいと思います。それではですね、あと1時間頑張って待っていきたいと思います。まあ並びはね30分とかそのぐらい前になったら並びたいと思います。ということで今10時、はい、もうじき20分になりますが、まあ今ちょっと遠目で見る限りまだ誰も並んでないですかね。まだねあと40分もあるんで、まあちょっと近くで待ちつつ様子見ながら、誰か並んだら並ぼうかな。一番に並ぶのちょっと嫌なんで、まあ誰かが並べば並ぶし、誰も並ばなければ開店してから入ってもいいかなぐらいですね。そんな感じで行きます。ちなみにですけど、全く皆さんには関係ない話ですけど、今日はねこれ iPhone で撮ってます。もうじき10時半ですけど1人並んでますね。1人並んだから並んじゃおっかな。2番目です。あと30分待ちます。今2番で並んで10時半回りましたけど、後ろはね来る気配全くなしです。まあ多分このまま余裕で帰るでしょう。ちょっと天気もね今日は悪いですし、まあ今雨降ってないですけど、台風が来るっていうことにもなってるので、まあといったとこじゃないですかね。今10時47分48分になりましたけども、スタッフの方が来て整理券が配られました。2番ということでね、あともう10分ぐらいで開店になるので待っていきたいと思います。55分、あと5分で開店です。なんか全然張り合いのない並びですけども、まあ買えるでしょう。はい、ということでじゃんと、じゃーん、
余裕でした。僕2番目でしたけど、前の方はニューバランスを狙っていたみたいで、僕1番でした。はい、余裕で買えました。まあスニーカーズに普通にありますからね、まあ変えて当然といったところだと思います。ではね、いつもだったらここで終わりなんですが、今日はねナポリタンのお店にちょっと行ってみたいなと思ってるんで、そこで飯を食って帰りたいと思います。いやもうここ1ヶ月以上スニーカー買ってなかったんで、やっぱりいいっすね。欲しいものが買えた時のこのテンション上がる感じが、ちょっと若干忘れかけてましたけど、今日改めて思い出しましたね。すげえ久々にテンション上がっておりますよ。今日行くのは、昨日実はちょっとねテレビを見ていて、まあ、知ってる人はね知ってるし結構有名なんだと思うんですけど、僕は知らなくて、昨日なんて夜会とかっていうテレビで、あのナポリタンのやつを相葉くんが言っていて、で見てたらねめっちゃうまそうだったん で渋谷にあるっていうんで、今日ね来たついでに寄ってみようということで、チャレンジします。まあ、横浜にもねヨドバシの下にあるらしいんですけど、知らなくて、で渋谷の店も知らなくて、その店自体僕知らなかったので非常に楽しみでございます。ね場所がわかんねえんだけど、多分この辺のはずなんですよね。109の駅側ですね。はい、多分この辺なんですけど、あれないな、あれはここじゃねえのかな。ちょっと探します。地図で、今地図でもう一回調べました。あ、この吉野家の近くだね。いやナポリタンってねあんまり食べてなくて、で僕的にはナポリタンだったらミートソースの方が好きなんですけど、昨日テレビに来たら無性に食べたくなりまして、今日は久々にナポリタンということで、あったあった、ありました。はい、こちらナポリタンパンチョ。いや昨日テレビで言ってたのはかなり有名らしいですね。それではねちょっと潜入して食べていきたいと思います。スパゲッティをいただいてきました。いや普通に美味しかったですね。他にもミートソースなんかもあったけど、また今度行った時に違う味を試してみたいと思います。それでは最後に買ったものをちょっとだけお見せして終わりたいと思います。はい、購入したのは、はい、こちらでございます。いやこれねかっこいいっすわ。うん、久々にジョーダン1以外でなんかすげえときめいたっていうかね、これは購入してよかったです。詳しいレビューはねまた別途行いたいと思います。はい、ということでね、今日は目的のものも購入できましたし、美味しいスパゲッティもいただいたんで、これで今日は引き上げたいと思います。先ほども言いましたけどもね、購入したスニーカーはまた近いうちにレビュー出したいと思いますので、ぜひそちらも楽しみにしていただければと思います。はい、ということでね、本日は簡単な動画でしたけども、以上で動画の方終わりたいと思います。ありがとうございました。